東日本大震災から2ヶ月半、避難生活が長期化する中で、住み慣れたふるさとに帰ることを諦め、東京で新たな人生を歩み始める人が増えています。岩手県と福島県から来た4人の被災者を取材しました。東京に来てからどれぐらいになるんですか？まだ1週間弱になります。岩手県奥州市から府中市に引っ越してきた佐藤さん、20歳。家族は全員無事でしたが、地震で自宅が大きな被害を受けました。一人だけで東京にいらっしゃった？はい、本当は一緒に来たかったんですけど、ちょっと家の事情もあって、やっぱり一番稼げるっていうか、働ける自分がまず行って、もし落ち着いたら両親を呼ぼうかなとは考えてるんですけれども。この日、佐藤さんがやってきたのは、東京に避難してきた人を対象に開催された就職面接会。飲食業や製造業など28社、234人の求人に対し、佐藤さんら54人が参加しました。学校出られて、職歴は、この山中屋というの、これは飲食関係でございますか？はい。で、職歴はこの山中屋だけ？だけですね、はい。不動産の賃貸に関わる、ビジネスをやってるという会社でございますね。仕事の領域の幅が結構広いんですよ。なので、ご経験がなくて、やるというのはちょっとどうかな、きついところがあるかもしれないです。これまで飲食店でのアルバイト経験しかない佐藤さんに、即戦力を求める企業の厚い壁が立ちはだかります。就職活動に悩むのは佐藤さんだけではありません。東京労働局によりますと、都内のハローワークに登録している避難者928人に対し、2440人の求人が寄せられていますが、突然就職活動をすることになった被災者の中には、求められる資格を持たない人が多く、条件面で折り合わないケースが多く見られるといいます。じゃあ、結果についてはまた後日、ご連絡させていただきますので、はい、どうもありがとうございました。いろいろ難しいようなことを言われたので、できれば早く就職をしたいので。夢があるのでって言ったじゃないですか。はい。今の夢というのはどんなものですか？厚かましいんですけど、ちょっと被災者だけじゃなくて、みんなというかが、笑顔で暮らせるというかように、なってほしいなっていうか、そういうのが夢ですね。最終的に目指す職業は恥ずかしくて、カメラの前では言えないと話す佐藤さん。しかし、全国の人たちに笑顔を提供する夢の仕事の実現に向けて、東京での生活を歩み始めました。被災者の中には、定住先をふるさとから遠く離れた島を選んだ方たちもいます。朝9時半に到着する定期船。この船に被災者の姿がありました。高橋さんと丹治さん夫妻。都心からおよそ300キロ離れた八丈島に住むことを決断し、この日やってきました。ここまでたどり着くまで、大変でした。高橋さんが住んでいた福島県相馬市磯部。高橋さんはここで治療院を営んでいましたが、3月11日の津波で全てを失いました。晩年は島でゆっくり過ごしたいなっていう夢があったもんですから、うちもなくしたし、行っちゃおうと決心したんですよ。一方、丹治さん夫妻は福島県郡山市から自主避難しました。あの怖さが残ってて、船に乗って船の中は暗いくて、なんか不安で不安で。福島、福井、新潟と避難先を転々とする中で、高橋さんと出会い、一緒にやってきました。
で、うちの家内こういう安心するもんだからね、働いた方がいいっていう。現住所決まんないとね、何もできないんですね。それで現住所早く決めようっていうことで、じゃあ行きますかっていうことで。八丈町では3人の移住を歓迎しています。今回の震災での受け入れという面も含めて、まあ、八丈も、ご承知の通り少子高齢化という今状況で人口が減ってますので、移住先ということで選んでいただいたんであれば、町として受け入れをするというのはもう非常に大歓迎。ピーク時には1万3000人近くが暮らしていた八丈島の人口は1989年に1万人を割り、現在はおよそ8200人。3人の受け入れは人口増加につなげたい町のニーズとも合致しているのです。3人はそれぞれ町が用意した町営住宅に住むことになりました。9月末まで無償で貸し出されます。いいとこだ、いいとこだな、本当に。布団じゃ大変だよね。3人が次に案内されたのは倉庫でした。ここみんな皆さんからいただいたバザー品ですね。社会福祉協議会が生活に必要な家具や食器を提供してくれました。荷物の運び込みも町役場の職員や社会福祉協議会のスタッフが手伝いました。さすがにやっぱり疲れですね、やっぱね。でもこう詐欺が見えない上がったもんですからね、ちょっとは家内の介護意識組合って元気になってもらいたいということですね、はい。高橋さんは落ち着いたら治療院を開設しようと計画しています。これから少しずつね、営業しながら、まあ、島の人にもね、少しボランティア、治療のボランティアしながら、島の人たちとこう、だんだんだんとこう、打ち解けていきたいなと思ってます。焦らないでゆっくりと。3人の新たな生活が、八丈島でスタートしました。